はい、こんにちは。わからミュージシャンです。スペシャリわから。金曜日は待ちかね、日本酒のコーナーです。はい、本日の日本酒はこちらでございます。はい。旭山です。このお酒を本日選んだ理由は、もともとちょっと時間がなくて、お酒の用意をわざわざしてこなかったんで、近くのコンビニで売ってたのを買ってまいりました。はい。旭山ってね、まあ名前は聞いたことがある気がするんですけれども、飲んだことはない気がするんですね。まあこのお酒は新潟県長岡市の旭酒造株式会社さんのお酒なんですけれども、この旭酒造株式会社さんでは、この旭山の他に久保田も作ってるところなんですね。久保田はすごい有名ですよね。我柄も飲んだことありますしね。久保田ね、まんじゅう飲みたいですね。で、このね、特別本醸造の旭山ね、あんまり情報がね、全然ない感じですね。すいません。特別本醸造千寿杯っていうのは調べてると出てくるんですけど、これとはまた別のような感じがするので、詳しい情報お伝えできずに飲むことになりますが、本日も飲んだ気分を演奏したいと思います。どうぞ、いただきます。はい、それでは旭山いただきます。やっぱいい匂いがしますね。乾杯。旭山飲んだ気分を演奏したいと思います。ちょっとネットにも書いてあったの見たんですけど、やっぱ辛口で、キレが良くてすっきりしている感じですね。だからジューンアップが合うのかな。
はちょっと吹いてますけど、あとは適当です。あ、このお酒を飲んだ気分、適当っていうかこのお酒を飲んだ気分も吹いてるんですよ。なんかね、ちょっとまあスピード感があってキレのいい感じがあってね。酒が進みます。いいですね、朝日山。なんかすごい進んでいくんですよね、お酒が。うん、大募集しております。ね、あなたの好きなおすすめの日本酒、この動画のコメント欄とか Twitter とか Facebook に YouTube アップしましたってね、だから投稿したりしなかったりしてるんですけれども、はい、まあね、そういう日本酒関連の投稿を見かけたらね、おすすめの日本酒コメント欄にぜひ書き込んでください。よろしくお願いいたします。次回に我が家に日本酒送ってくれた方はもう確実にご紹介させていただきますよ。あの、ね、コメントでこれ好きとか書かれても手に入れられるかどうかちょっとね分かんないんでね、はい、ね、本当に日本酒好きな方ね、つながりましょう。はい、ね、もうすぐねスタジオの退出時間も決まってるんでね、はい、まあ、今ちょっとちゃんと撮れてるか気になってしまったんですけど、はい、じゃあもう一回ね、チューンアップちょっと見てみます。
はチューナップですよ。チューナップ、チューナップとかいいんですよ。はい。いやね、早くね、もうあと76分ぐらいでもう片付けに準備始めなければならないのでね。じゃあ、飲み干してあと1回拭いて終わりにしたいと思います。いいですね、こうやって飲みながらねえ、楽器演奏できるって。まあね、飲みながら楽器演奏できるんですけれどもね、今日使ってるスタジオ防犯カメラついてるんでね、もしかしたらね、お酒飲みながら吹いてるところね、スタジオのスタッフさんに見られてるかもしれません。ああ、こいつ何やってんだよ、みたいなね。まあ、帰るときは酒くせえな、みたいな。そうね。はい。じゃあもう一度、チューンアップのテーマを置きまーす。ですよ、酒回ってるバカラは。ただまあベロンベロンなのかどうかは不明ですけれども、朝日はまだ残ってるのかな。あ、ちょろっと残ってるんだよね。僕も家帰って飲みますよ。はい、朝日山です。朝日山本醸造ね、朝日酒造株式会社さんは、朝日山の他にも久保田、すげえ有名な久保田も作られてますね。まあこのコーナーで久保田紹介するなら饅頭紹介したいですね。あ、すいません、あのまあ同じ会社で作られてる分のだからいいんでしょうけど、いいと思うんですけれども、すいません、朝日山は本日は朝日山を紹介いたしました。はい、じゃあまあ日本酒、あなたの好きな日本酒大募集は先ほど申し上げましたので、はい、今度はチャンネル登録者大募集してます。ぜひチャンネル登録してください。ね、日本酒好き、音楽が好き、あ、サキソフォンが好き、まあね、サックス、まあね、初心者の方いたらね、和柄教えましょうか。はい、ただ一条件としてはこのね、別ね、和柄のチャンネルに出ていただくっていうことが条件になります。はい。
川田千日院の方はまあね、メガネとかサングラスかけて自分で、まあ、変装していただければいいんでね。あ、なんか日本酒好きな人はちょっとね、なんか一緒にやってみたいなで今ちょっとね出てきました。日本酒好きな方、このベサリワガラ金曜日ね、日本酒のコーナー出たいって方はコメントください。はい、まあね、都内とかで、都内にお住まいの方も出ていただけるし、まあ遠方の方スカイプでもね、つながることはできますので、ね、我がらネットワーク、我がら日本酒ネットワーク作りたいなと、まあふっと思いました。はい、まあそして、まあね、まあ毎日言ってますが、チャンネル登録者もね、お待ちしておりますので、ね、なかなかチャンネル登録者数増やすの難しいですね。あの、このチャンネルはもう相互登録とかはもうしないようにしておりますので、まあ本当に好きで見てくれる人はチャンネル登録してください。というわけで本日は失礼いたしたいと思います。はい、それでは来週も見てください。はい、朝日山ありがとうございました。